こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回のレシピは韓国食材の、株式会社成田さんとのコラボ企画第2弾、こちらのキムチを使ってキムチクリーム焼きそばを作っていきます。はい、キムチクリーム焼きそば仕込み中です。半分でいいかな。材料はこちら、キムチ、焼きそばの太麺、生クリームにベーコン、しめじにエリンギ、玉ねぎ、オリーブオイル、黒胡椒。オリーブオイルを使って焼きそば太麺焼いていきます。お水を加えて麺になじませたら蓋をして中火で蒸し焼きします。さあ、焼き目はいかがでしょう。はい、いいですね。焼き目つきました。では反対側も中火で焼いていきます。さあ、焼き目いかがでしょう。はい、いいですね。反対側もいい焼き目つきました。ではこれを一旦皿に出しておきます。続いてフライパンにオリーブオイルを入れて、ニンニク追加で入れることになりました。かっこいい。はい、香りを出したらベーコン、玉ねぎ、エリンギとしめじを、エリンギでかーい、ハサミで、はい、キノコから水分が出るので、蓋をして中火で蒸し焼きにしていかがでしょう。はい、いいですね。玉ねぎもしんなりしてき、ましたので、先ほど炒めた焼き目をつけた麺を戻して仕上げていきます。はい、焼き目をつけた麺、キムチ、生クリーム、塩、胡椒、はい、ひと煮立ちしたら、これをさらに盛り付けます。仕上げの黒胡椒をたっぷり、パセリパラパラパラとかけたらキムチクリーム焼きそばの完成です。はい、では早速いただきます。うん、うまい。安定のうまさです。生クリームが入っているので、辛みがまろやかになって、とっても美味しく出来上がりました。とっても美味しいので、ぜひ試してみに